ボンバルディア CL-415、レッドレーク周辺で森林火災監視を行うボンバルディア CL-415。ボンバルディア CL-415 は空中消火器として作られたカナダの水陸両用飛行艇である。本機は CL-215 飛行艇をもとに空中消火活動専用に設計された。アメリカ合衆国内では スーパースクーパーとして販売されている。より効率が高く高出力で信頼性の高いターボプロップエンジンへと移行する市場の動向に応じてカナディア社は1987年に CL-215 のエアフレームにオリジナルのレシプロエンジンよりも15%高出力のプラットホイットにカナダ PW123AF を取り付ける作業を引き受けた。 エンジンを乾燥された機体は CL-215T と命名され、数多くの空気力学的付加物と動力補助操縦系統やコックピットの空調を含むシステムの改良とともに電気系統とアビオニクス関連の能力向上が図られた。CL-215T の最も大きな外観上の特徴は主翼と水平尾翼に追加された。 空力孵化物であった。成功作の CL-215 を基にして、ボンバルディアエアロスペース社は1993年に、心臓器として CL-415 の生産を開始した。415は近代化されたコックピットと、空力孵化物を備え消火器放出機構を変更することにより、森林火災の発見、沈下に使用する。 空中消火用の水陸両用飛行艇となった。CL-215 と比較すると415は、運用重量と速度が増加しており、生産に要する工数と効率が改善されていた。現場近辺の水場から 6140L の水を、汲み上げ、必要とあれば、化学消火剤と混合し、それを火災現場上空で投下することで、タンクを満たすために、 基地へ帰還せずに消火活動を行うことが可能である。火災に即応して大量の消火剤を火災現場へ届けることが可能なように専用に設計された415は防錆材料を使用して信頼性と長寿命を目視して製造されている。新型の415グレーンがより大きな運用重量を有している一方でボンバルディア415マルチロールは 準軍事組織による捜索救難活動や汎用輸送任務に使用可能である。415は、オンタリオ州、ノースベイのノースベイ、ジャックガーランド空港近くにある、ボンバルディアエアロスペース社の工場で生産されており、時折ニピッシング湖で完成期がテストされている様子が見かけられる。2016年には、CL-215 ともにバイキングエアに、 製造権が譲渡された。ドライデン郊外で消火活動中のボンバルディア415-415は1993年12月6日に初飛行を行い、1994年11月に初めて納入された。すぐに多くの国々からの発注が続き、水投下機火災鎮圧兵器として大幅に強化された性能に着目して、 前の方から派生したスーパースクーパーというあだ名をつけられた。火災の消火という危険ではあるが必要な作業に敬意を表して本機は権威のあるベートフイゴズでオロを受賞した。この賞の授与に際して多数の国々の消防機関において本機は森林火災に対する最も効果的な空中消火の機材である。 森林火災消火の要求に合致するための絶え間ない改良により本機は30年以上にわたり最も需要の高い航空機材の地位を占めていると評された76機が製造されそのうち7機が事故により退役した415は高度15メートルから降下し12秒間で410メートルの距離を水上滑走中に6137リットルの 水を汲み上げて、再び高度15メートルまで上昇するのに1340メートルの距離を要する。ボンバルディア社のウェブサイトによると415は、12秒間、時速130キロメートルの速度で410メートルを滑走して6137エルの水を汲み上げる。先進的なボンバルディア415は、わずか水深2メートル、幅90メートル、300。 フィートの水源から水を汲み上げる。水源の保水量が満タンクに及ばない場合は、取水した分だけを搭載して火災現場へ戻る。ボンバルディア415水陸両用機は、取水するために直線の滑走経路を必要とせず、取水中も飛行状態を維持することでパイロットは川の流れに沿っての軌道や水中の障害物を避けることができる。 ボンバルディア415の運用状況クロアチアのジボゴスで取水直前のボンバルディア415クロアチア空軍及び防空軍の CL-415 水上滑走中のイタリア市民保護局の CL-415 消火剤を投下するギリシャ空軍の CL-415 ボンバルディアエアロスペースウェブサイトありがとうございます